きまして、マジックプレイダーブロック、これね発想がすごい、これも発想がすごい、ドン。はい、これはね、なんと牢屋ですね。これ牢屋、はい、牢屋がなんと作られます。この中に村人とかをね、例えばね、ちょっと待ってね、村人よいしょ、これで、はい、村人を入れればね、おいざまみろ、お前は俺の奴隷だ、へっへっへっみたいなことができます。あそこ、はい、さっきの色違いです。はい、マジックプリソンブロック、こちらもね、さっきと同様で、さっきのの黒曜石バージョンの牢屋ですね。これのいいところといえば、黒曜石は壊れないんでね、クリーパーのね、めっちゃ強くなったやつとかでも、まあちょっと別のこれは壊れちゃうんですけど、ほとんどね無傷の状態で、はい、まあ、保てるっていうね、伝説の牢屋です。しかもちょっと暗いんで恐怖感与えれますよね。ドゴーン、マジックローラーコースターブロック、はい、これね結構発想がすごい、ってかもう全部発想すごいんですけど、はい、面白いです。はい、子供の夢です、これは。はい、行きます、ドン。はい、なんとね、これ適当にね、適当な、あくまで適当な感じがするんですけど、まあ、適当じゃないようなね、よくわからないんですけどね、自分が言ってることが。はい、まあね、ジェットコースターができます。ちょっと乗ってみましょう。はい、まあね、これに乗って、ボタンを押すと、はい、なんとこんな感じで、ジェットコースターに乗ることができます。はい、これほんと子供の夢じゃないでしょうか。ボーン、ドシッ。はい、まあね、ちゃんと帰れます。帰った時には止まれます。こうやって並べるとマジックスカイクラッパーブロックができます。こちら、はい、これ本当にすごいんですよ。はい、まずね、ちょっとバグってるんですけど、1回2回3回4回5回6回、はい、6階建てのね、まあ、でっかいビルができます。はい、これ本当にね、もう簡単に作れちゃうんですよ。これ本当にね、自分一人で作ったとしたら、もうこれ1時間以上かかるですよね。かかりますよね。それがなんとあのブロック一つで作れます。ほんと素晴らしい。トーチをこんな、まあ、手抜きな感じで並べると、マジックトーチパターンブロック、わかんない、はい、ができます。クラフトのね、仕方が一番適当だったこのブロックやってみましょう。ドン。はい、まあ、こんな感じでね、均等の範囲ないが、松明で埋め尽くされるというね、なんともシンプルなね、はいやつです。ですが、まあクラフトする松明の量より明らか多いので、まあこれめっちゃこうやってババババババッと置いてね、ババババババってやればね、はい、こんな感じで一気に明るくできるんで、まあ悪くはないかなと思います。はい、こんな感じで並べるとマジックエアープラネプランプラネブロックができます。こちら、あれ出てないと思いきや上にあります。はい、飛行機、はい、飛行機がねこのブロックでは追加されますというかできます。はい、これでもうね、この普通にこれだと建築センスっていうものがね出てきますよね。これもっと、このもっと知らない人とかに、俺飛行機作れるんだぜとか言ってね、ドヤ顔できる、まあいいところじゃないでしょうか。いいものじゃないでしょうか。はい、はい、ストーンはね、まあ、こんな手抜きな感じ、まあ、かまど作るみたいな感じで並べるとマジックカバーブロックいいのかなができます。はい、行きます、ボン。はい、なんとね、いかにも怪しげな洞窟がある。なんだろうこれ、ちょっと開けて。はい、まあ、こんな感じでね、ちょっと早速、岩盤までダイブできるということでございます。ドゥーン。はい、こんなね、ちょっと難しいんですけど、これ並べるとマジックボートブロックができます。これです。はーい、すごい、これはすごいぞ。はい、何かと言いますと、お船様でございます。はい、もうすごい建築ですよね。もう建築苦手な人とか、この下まであるっていうね、発想も素晴らしい。もう100点満点あげます、これは。ほんと牛が邪魔なんだけど、おい、俺のもっと紹介する場所に入ってくんじゃねえ、邪魔だ、帰れ。はい、次、はいこれかこれ、まあ、どっちでもできるんですけど、これはマジックエアボールバルーンブロックができます。こちら、あれ、これも見えないんですけど上にあります。はい、これほんとすごいんですよ。はい、気球です。なんと気球ができます。
これね、ほんともう気球っていうの結構作るの難しいんですけど、なんとこのねモッドではね、もうこんな簡単っていうかクラフトするだけでね、こんな素晴らしいね気球ができてしまいます。もうマインクラフト MCSG 民ならね万歳ですよ、ほんと。また言いやがったの、もう出てけ。よし、さよなら。はい、次、ブリックス、まあ、何でしたっけ、レンガで、マジックハウスブロック、まあ、これ名前ね、結構前にできたのと一緒で、しかもあれも一緒なんですけど、アイコンも、まあ、中身は違います。中身じゃなくて外見は全く変わらないね、伝説のブロック。では中身はどうなのか、ちょっと、あ、そうだ、ちょっと待って、埋まっちゃってる、待って。はい、これはですね、はい、サンタさんがいつでも来れそうなね家を建てることができます。はい、もう暖炉があって、煙突ありの、雪ありの、謎の木がありの、なんだこの木は、あ、クリスマスツリーですね。はいはい、ちょっとね今見ていただいた通り、ちょっと分かった方いると思うんですけど、このブロックっていうかこのチェストをですね、はい、開けてしまうとバグかなんか知らないんですけど、PC っていうかマインクラフトがねフリーズして落ちてしまうので、ここにあったねチェストは絶対に開けないように気をつけてください。はい、多分これだけだと思うんで、だけだと信じたいですけど、はい、この家はねちょっとある意味ねめちゃくちゃ怖い家ですね。はいはい、レッドストーンブラ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 とかで、マジックプランブロックができます。行きましょう。はい、あれ出てこない、あ、ありました。はい、これちょっとだいぶ後ろにできたんですけど、これめっちゃかっこよくないですか。あ、雲の巣に引っかかった。これめっちゃすごくないですか、マジで。はい、飛行機っていうかパイロットっていうか宇宙なんていうんですか、宇宙スペースシャトルか、合ってるかな、が、はい、できるんですよこれ。もうめっちゃ感動しました、これ初め見た時。もうすごいですよね、ほんとマジですごいです、ほんとやばいっすわ。はい、ほんとね、これもうこれほんとにすごいんですよ。はい、よく再現できてますよね。でもこっから結構すごくなります。並べると、はい、こんな感じでね、マジックドンゲオンブロックができます。はい、どうぞドン。はい、これはなんとピックのスポーンがね、まあ普通クリエイティブでも出せないようなコマンドでしか出せないんですけど、まあね豚のねスポーンができます。はい、これはねちょっと微妙なんですけど、自分的にはまあ何ですか、飯の調達には困らなくなると思います。はい、ちょっと豚さん外出てるけど大丈夫、中入りな。入れー、ブン。はい、こんな感じで並べるとね、ちょっと結構高級なものも入れないといけないんですけど、マジックハーガーハゲちげえわプラミッドブロックができます。金持ちピラミッド、さあどうなるか、ちょっと重たいんですけど、これ、はい、めっちゃでかいんですよこれ。はい、さ、初めにね見たピラミッドの何千倍、嘘、そんなにない、何百倍ですね、いや何十倍ですね。はい、本当にねこれなんか楽しいんです。結構中身がパルクールとかあって、ちょっと僕パルクール苦手なんで失礼しますけど、迷路アリーノ、まあ、こうやってねちょっと言ってると無限に終わらないっていうか、めっちゃ長くなっちゃうので、迷路とかがあって、なんと屋上までたどり着くと、まあ、別にこうやって登ってこればいいんですけど、屋上までたどり着くと、はい、この通り、まあね、もう全然あのクラフトしたのがね嘘かのようにダイヤのブロック、あ、壊しちゃったとか、金のブロック壊しちゃったとかがあります。次、まあ、ちょっとねこれ簡単なんですけど、こうやって並べるとマジックコースキャストルタワーブロックができます。はい、これもまたすごいんですよ。あれ、どこだ、あった、はい、これ分かりますか、これ。まあちょっと MCSC っていうゲームばっかりの話しちゃうんですけど、方ならねちょっとなんか見たことあるようなって思う方いると思います。ロビーゲームですよね、なんかあっこで使われてそうなね、かっこいいね、はい、旗っていうかフラグっていうか、なんか建物造形物ができます。もうこれさ、友達にこのモッドマジで知らない人に、僕が作っとんだよこれとか言ってドヤ顔すれば絶対引っかかります。ほんとすごいですよねこれ、マジ感動の一作です。これね、自分このねブロックが誕生してほしいって思うぐらいね、このアイコン好きなんですけど、まあ中身はよくわかんないですけど、はい、
こうやって並べるとマジックハンティッドハウスブロックができます。はいはい、わかりますかこれ。はい、かっこよくないですか。なんかこの家、この家俺めっちゃなんかかっこよく感じるんですよね。あ、まあ、こんな感じでなんか廃校舎みたいな感じな感じ。はい、めっちゃこれ好き。なんか洞窟っていうかダンジョンができそうな感じ、素晴らしいですよね。ほんとこれマジ感動です。